はい、どうもこんばんは。ですね、今5周年記念イベントが来てるということで、まあ復帰者がちらほらね、見受けられるんですけども、まあその中でやっぱ全く触ってなかったから、新しくこう追加されたコンテンツに関して全くわからないと。で、結構ね、いろんな人からこう動画出してくれみたいな感じで言われてるんで、まあ順を追ってね、一個一個上げていこうかなと思ってます。で、今日はとりあえずベルトの方ですね、説明していこうかなと、解説していこうかなと思います。で、まだ他にもね、マントとか、まあ、もろもろね、いっぱいあるんですけども、とりあえず、ベルトの方を今日は解説していきたいなと思います。で、まずは、ベルトのページ開きますか。ここだ。で、ベルトに関しては、まず、現時点で、12種類あるのかな。まあ、ここをこの左下スライドすると出てくるんですけど、これはなんだ、グングニル、ルームベルト、ホーリー、サンダー、インパクト、ゾーンニポイズン、ヒーリング、アブソ、メテオ、ミサボで、フローズンアーマーと12種類今のところベルトがありますよと。で、このベルトをまずどうやったら入手できるのっていう話なんですけど、このミサイルボルトのベルトに関しては、最初のチュートリアルクリアすれば手に入ります。チュートリアルっていうのは、ベルトのチュートリアルなんで、まずベルトを有効化できるところまで進めなきゃいけないんですけど、それが、二次転職、まあ、要はパラディンで言えばフェニックスナイトになる。で、3次か。まあ、いいか。で、その後に、紫色のクエストみたいなのが、この左のところに出てくるから、覚醒クエストみたいな感じだったかな。で、それを進めるとまずベルトのこのコンテンツが開けるようになりますよって感じです。で、それで一番最初にまずミサイルボルトのベルトは手に入るんですけど、他のベルトをどうやって手に入れるかって言ったら、まあ、装備ダンジョンだったり、あとは結命ダンジョンの箱から出たりとかなんですけど、まあ、装備ダンジョンやってる人だったら、まあ、見たことあると思うんですけど、この辺、バックルのかけらってのがあって、まあ、装備ダンジョンだとこの5種類。ミサボ、アブソ、ヒール、インパクト、ホーリー、このバックルが手に入りますと。で、バックルを100個集めれば工房で、バックルのかけらをね、かけらを100個集めると工房でバックルが1つ作れますと。こんな感じですね。今これサブ全然いじってないから持ってるんですけど、まあ、じゃあこれ試しに作りますか。これは持ってんのかな。まあいいや。で、今グングニルのバックル作りましたと。で、そうするとここに有効化材料っていうこのバックルが
持ってるから有効化できますと。でこれを有効化することによって、グングニルベルトを、所持してますと。でベルトの効果がまずそもそも何なのっていう話なんですけど、ベルトは主に名前で気づくと思いますけど、レアスキルのベルトなんですよね。で、単純に言えばレアスキルが強化されますよと。だからミサイルボルトのベルトで言えば、どこに出てきてるかな、ベルト効果、所持効果か、これですね。このベルトを持ってるだけで装備しなくてもミサイルボルトが、このなんだろう、昔のマークでいうやつからこの中右側のかっこいい青いやつになるんですけど、で説明見たら分かると思うんですけど、ダメージ 10% 増加して、3人まで貫通型スキルになると。前までミサイルボルトってこう丸いのボンと出てバーンって単体に当たって終わりだったけど、ミサイルボルトのベルトを持つだけでこれが貫通型になりますということです。で他のベルトも各々の所持効果で、レアスキルが強くなりますと。グングニルで言ったら、4秒間沈黙を追加と。でフロストアーマー、フローズンアーマーだったら、フローズンアーマーが維持される回数が2回増加。前までが確か4回だったのかな。だからこれを所持していることによって6回までになるのかな、確か。ちょっと回数が違うかもしれないけど、そんな感じでこうやっておのおのレアスキルが強化されますと。これは装備しなくても持ってるだけで強化されます。メテオだったら 15% ダメージ増、ヒーリングストライクだったらバリアがつきますよいう感じですね。でバックルのかけらをやっぱ集めるのが結構大変で、さっき言った装備ダンジョンで手に入るものもあれば、あとはあれか、戦士の証とかでこの辺のドゥームのバックルだったりディフェンスゾーンのバックルが手に入りますと。ただ100個必要なんで1週間に5個で戦士の証100個だから、それかけるすると結構な数になるから、自力でできるけど結構きついかなって感じですね。で肝心のベルトに関して、今度スタットっていうものがあるんですけど、ベルトをまずバックルを集めて有効化します。今度その後にこの1から9まで数字があると思うんですけど、ここにスタットっていうものを埋めなきゃ、まず本来の性能が発揮されないといいますか、あるんですけども。でこのスタットっていうのがですね、こう今手持ちでこういっぱいあるんですけど、各ベルトに対して専用のスタットがあります。で専用って言っても、別に例えばじゃあミサボのスタットをこのグングニのベルトにつけるってことは可能なんですけど、このセット表示、セット効果っていうのがあるんですよね、スタットの。でこのセット効果も各ベルトによって違うんですよ。
ここが結構やっぱそのベルト選択に関して重要なところで、まあとりあえずちょっとスタッド装備するか。持ってるかな、持ってなさそうだな。あ、これちょうどハマってるからいいや。インパクトバリアのベルトに今スタッドをこれ全部バーって埋めてる状態なんですけど、で今このノーマル3セットってところが緑く表示されてると思うんですけど、スタッドにも種類があって、このノーマル、ユニーク、あとヒーローっていうのがあってですね、そのなんだろう、まあレアリティなんですけど、このノーマル、ユニーク、ヒーローっていうのは、それによってはまたこのセット効果が変わってくるんですよね。でも今ノーマルでこれ全部9個埋めてますけど、そうするとセット効果が369であるんですけども、3種類例えばまあノーマルを3個、ユニークを6個とかってつけてると、ノーマル3のユニークが6のセットで、9セットの方はノーマル9セットになるのかな、おそらくっていう感じのセット効果がつきます。で、まあインパクトバリアのセット効果でまあ見ていきますけど、例えばまあこれノーマル3セットだったらダメージを受けた時に 10% の確率で最大 HP の 7% を回復しますと。でこれが希少スタッド、まあ要はユニークって呼ばれてるスタッドなんですけど、その希少スタッドで3セット取ってると、ノーマルの時は 7% だったのが 10% になります。でさらに上のヒーロースタッドになると 15% 回復しますっていった感じで、レアリティによってこのセット効果が変わりますと。でインパクトバリアで言うと一番えぐいのがこの9セットで、まあ、ノーマル9セットだと HP 20% 未満で3秒間最大 HP の 40% のバリアがつく、まあ、あのビーチのバリアみたいな感じですよね。でこれがクールタイム40秒ごとなんで、これはノーマル9セットの話で、これが今度じゃあ希少スタッド、ユニークで9セット取ってると4秒間最大 HP の 70% のバリア、 70% だから結構っすよね。でさらに上の英雄スタッド、まあヒーロー9セットを取ると、10秒間最大 HP の 80% のバリアを生成して、さらに2秒間全てのスキルを防御っていう感じなんですよね。とにかくこのヒーロー9セットっていうのはどのベルトでもめちゃくちゃえぐい効果を持ってます。でこれはホーリーか。まあとりあえずそのスタッドに関しては、スタッドのセット効果に関してはこんなところですかね。どれにどんな効果があるのかは持ってなくても見れるんで、まあ、これを見てもらって、例えばちょっと課金してもいいかなって思えば、その欲しいベルトを買って、まあ、スタッドを埋めるっていうのもありかなと思います。無課金で行くってなると、まあ、ちょっと時間はかかるけど、まあその無料で手に入る、無料っていうか装備ダンジョンとかで集められる部分はあるんで、時間はかかるけど手には入るって感じですね。はい。でここまでがちょっとセット効果ってところなんですけど、
次は今度スタッド図鑑、ここにまあ右上にありますけど、このスタッドをセット効果取るだけじゃなくて一定数集めるとこのスタッドの、まあ、図鑑ってのがあって、コレクトボーナスみたいな、要は集めた分だけボーナスが得られるっていうのがあるんですよね。これがスタッド図鑑で、まあこれもノーマル、ユニーク、ヒーローと各レアリティごとにあるんですけど、ノーマルだとマックス30個集めれば図鑑が終わります。で1から9まで各30集めて登録すればノーマルスタッドは、コンプリート。ユニークは3か5かな、確か5かな、5個ずつ集めるとユニークの図鑑もコンプリートで、ヒーローに関しては1個ずつで終わり。まあそれぐらいこのヒーロースタッド、英雄スタッド、英雄スタッドっていうのは集めるのが大変ですよって感じです。まあその分やっぱ効果もすごいんで、でこれをじゃあスタッドはどこで手に入れんのっていう話に今度なるんですけど、まあこういっぱいやっぱあるんですよね、スタッドも各ベルトごとにあるんで。でスタッドに関してはまあたまにイベントとかで手に入る箱とかから出てきたりします。まあランダムのスタッドボックスとかなんですけど、例えばこれいつのやつだろう、ちょっとまあこういうの、あ出た、こういう感じでイベントの箱からスタッド召喚ボックスっていうのはよく出てきますね、ここ最近で言うと。これは出なかったかな、あ出た出た、こんな感じで出てくると。で出てきたものに関してランダムボックスなんですけど、大体あまあこれとかはこのフローズンアーマーベルトのスタッドですね、これはまあちょっとまた後で説明します。で今箱から出てきたやつどこかな、これか、大体こういう感じでスタッド召喚ボックスっていうのがイベントで手に入るんで、まあ運ですけど、そこからまず入手できますと。これがまず一つで、スタッドのかけら召喚ボックスっていうのもあるんですけど、これに関しては各次元をクリアすると何個か手に入ります、次元の箱の中から。それもじゃあちょっと見せるか。ナイトメアの箱なんかあるかな、これとか。例えばこれは悪魔ナイトメアの次元のあの箱ですけど、これを開いてみるとこういう感じでスタッドのかけら召喚ボックスっていうのが出てきます。でこのかけらからスタッドを制作するとっていった感じですね。あとはこっちのガチャになりますね、この青ダイヤ1500の、これがまあ一番おすすめって感じですかね、入手する中では。一応これだとまあ1500ブルーダイヤかかるけど、希少スタッド選択で2個プラス、まあ一般スタッド、要はノーマルスタッドですね、
の洗濯ボックスを大量に獲得できるパックっていう風になってます。でこれ50ってなってるじゃないですか。50なんだけど、この箱の中っていうのは5個から100個のランダムボックスなんですよね。それがかける50なんで、最低値が250個で、マックス5000、まあまあ5000個なんて出ること、まあありえないですけど、でもこの1500ブルーダイヤで買うことによって、まあ結構何百と手に入る感じになりますかね。まあそこも運次第ですけど。で、これで一般スタッド、ノーマルスタッドの図鑑を埋めていくってのが、まあ一番早いかな、手っ取り早いかなって感じです。で、なおかつ希少スタッドも選択で2個手に入りますと。いった感じですね。で、これに関しても、まあ、普通に買うと、1500ブルーダイヤなんですけど、ここもイベントでよくガチャチケが配られるんですよ。でこのサブだとまだ使ってないんで持ってると思うんですけど、どこかな、どっかにあるはず。どこだ、どこだ、ガチャチケ、ガチャチケ、あれ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 、俺見落とした。あ、あったあった、一番下にあった。この召喚チケット洗濯ボックスってのが、またこれもイベントとかでよく手に入るんで、この中に、まあ、よくこの変身とか、スタッドラッキーパック交換チケットっていうのがあるんで、こういうのからも、さっきの希少のやつが入ったラッキーパックみたいなのを変えたりできます。じゃあこれ試しにちょっとチケット10枚。取ってみますね。でこのチケット10枚でガチャをしますと。であれ1500ブルーダイヤだったじゃないですか、1回、チケット1枚で1回なんで、あ違うか、10枚で1回か。これちょっと今だから10枚取ったんで、一旦これで買ってみますね。1枚で、チケット1枚でこのこっちのやつが1個買えますと。10枚でこっちって感じでした。今ちょっと俺すごい変な説明途中しちゃったかも。まあいいや、とりあえず今買ったラッキーボックス今度開けてみますね。どこ行った？あ、これが今買ったやつからもらった洗濯の希少スタッドのやつですね。この中からこの好きな種類のやつを選んで、そこから1から9のスタッドの中のどれかをまたその中から好きに選ぶと。これはこの前のイベントでもらったログインボーナスか、英雄スタッドの選択ボックスですね。でとりあえずこれか、一般スタッドラッキーボックス5から100入ってるやつを50箱開けてみますね。812個、多いんだか少ないんだか、少ないか、まあいいや、まあ812個今出ましたと。でこれ選択なんで、この中からノーマルのスタッドは30個って言いましたよね、1個につき。
なんで、所持数がゼロだった場合は、270個、30×9 個、9種類か。なんで、270個開けられれば、とりあえず、ノーマルスタッド1種類は完成しますと。で、まあ、僕のこのキャラだとちょっといろいろ持ってる状態なんで、まあ、図鑑見てやっていくか。じゃあ、これにするか。多分持ってないな。このブラックスターっていうやつをちょっと今から埋めていきますね。ブラックスターはなんだ？何のベルトだろう？これか。ドゥームのベルトだ。こちらのブラックスターの図鑑をちょっと埋めていこうと思います。で、さっきの選択ボックスから、ブラックスター。これが、所持数ゼロなんで、あ、270個取れば、まあ30個ずつで登録して終わるんですけど、これちょっとやっちゃいけないんですよね。っていうのも、スタッドって結局埋めるのが9個なんですよ。図鑑登録は30個必要だけど、実際に使用するのは1個だけなんで、残り29個いらなくなるじゃないですか。それをどうするかっていうと、今度このスタッド分解ってのがあるんですよね。例えばじゃあこの今左上にあるこの、これガードナイトっていうスタッドなんですけど、これの1番がこんなにありますよと。でも使うのは1個だけで、図鑑登録も終わりましたってなると30個のうち1個しか使わないから、残り29個をこうやって分解できるんですよね。これまあ今ちょっと適当にポチポチしちゃってますけど、これを分解することによってこのかけらが手に入るんですよね。ノーマルスタッドを分解すると、この一般スタッド用のかけらと、さらに追加確率って書いてあるのが、希少スタッドのかけらも、確率で手に入ります。で、かけらが集まると今度スタッド制作で、こうやって自分の好きな欲しいやつを制作できるんですよね。で、1個につきかけら300必要です。で、ユニークでも、ユニークっていうか、まあ希少スタッドでも300必要、英雄スタッドでも300必要で、これに関してはユニークを今度分解すれば希少のかけらも手に入りますと。希少じゃない、英雄スタッドのかけらっていう感じで、ノーマルの図鑑埋めます、いらないスタッド分解します、いらないスタッド分解する、で出てきたかけらで埋まってないところをさらにこうやって埋めていくためにこう作る、でこっちの青い方のかけらも揃ってきたら、そっちもそっちで作ってスタッド図鑑を埋めていきますという感じの流れになります。で、効率のいいやり方をするんだったら、さっき270個必要って言ったじゃないですか。でもそれを一気に開けると、結局いらない分のスタッドを分解して、一般スタッドのかけらが余っちゃうわけじゃないですか、たくさん。で、またそのかけらで作れるのに、
わざわざこの洗濯の箱から開けて出しちゃうのはちょっともったいないんで、最初に7箇所分ぐらいを洗濯から取り出すのをおすすめします。だこれでいったらまあ試しに210出しますね。210出してこれを各30ずつ出しますと、やべバッグいっぱいになっちゃった。うわめっちゃ持ってる、やらかしたちょっと一旦売却失礼。めっちゃ持て余してる。ちょっと待ってくださいね。多いな。210開けるからな、めちゃめちゃ開けないとこれ。こんなもんでいいか。でさっきどこまで取ったんだっけ。あれこれ2番30取れたのかな。5 10 15 16 17 18 19、ん？所持数何個になってる？やべ、中途半端に開けて分かんなくなっちゃった。まずい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 、どこだどこだ、違うこれじゃない、あったこれだ、ここ見ればいいや。21個、これがあと9個だ。失礼失礼。で3番も30個、4番も30個、こういった感じで各番号のスタッドを30個ずつ。またいっぱいになっちゃった。あれおかしいな、空きができる分売ったと思ったのに。あもう10時か。やばい、俺決断行かなきゃいけないのに、やってる場合じゃないこれ。こんな時間かかるとは。これが16だからあと14で7番で開けましたと。で今スタッド図鑑開いて、さっき開けたやつ7番まで各30個ずつ開けたんで、これまあ一応効果すべて有効かっていうのを押して一気に登録していきます。でこうやってコンプリートになったら、まあ1個ずつ残して残りの29個を、各番号の29個を分解していく。で1番1個残してこれを分解していきますね。分解していく、まあ、2番も1個残して分解していく。でこれ分解しますね。ってすると
今40個かな、分解したの。かけら1500の希少スタッドのかけらも100個手に入りました。1500手に入ったってことは5個作れるんですよね。1個300なんで。でこれで例えば8番のスタッドを、まあ、30個まで作れないかもしんないけど、今の感じで分解しまくって8番スタッドを30個分作ります。で今度8番のスタッドを1個残して29個分解で、かけらでまた9番のスタッドを作って、足りない分をまた洗濯の箱から取り出して埋めるとっていうやり方をすると、まあ無駄にならない感じで作れるかなと思います。大体わかるかな、これで。一通りこれで説明終わったかな。あ、あとベルトに関してもう一応ねレベルがあって、まあ、超越っていうシステムもあるんですけど、例えばじゃあこのヒーリングストライクのベルトレベル1なんで、レベルアップしようとしたら、まあ、このベルト研磨剤っていうのが装備ダンジョンで手に入るんで、それをまあ使ってレベル上げますと。じゃあちょっと試しにレベル2にしてみますね。研磨剤5個でレベル2になります。レベルアップさせると、このベルトによって各ステータスが違うんですけど、まあ攻撃と MP が上がりましたって感じで、これは装備してなくても反映される数字なんですよね。で今このベルトの戦闘力、総戦闘力が151,190かな。でこれレベルアップさせれば1190のところがちょっと増えるはず。あ、増えましたね。今レベルアップした分が。ならこのベルトを持ってる数でベルトの総戦闘力ってのが上がります。で超越しないと30までしか上げられないんですけど、ベルトの超越をすることによって最大40レベルまで上げられます。で超越に関してはベルト超越の石もしくはバックル、手に入るやつ、バックルのかけら100個で作れるバックルを使うと超越もできますと。で超越は5回まででレベル40がマックスっていったとこですかね。でベルトに関しては本当にもうこの今ヒーロー9セットってのが大体誰もが、まあ課金してる人だったらまあほぼほぼ揃ってるレベルなんで、今からベルトに手出す人はちょっと時間かかるけど、ユニーク9セットっていうのは今僕が説明した感じでやっていけば目指せるかなっていうところです。でフローズンアーマーのベルトなんかは揃いやすいかなっていうのがあって、これに関してはグランカインの試練、このダンジョンの一番右なんですけど、これをやると報酬でフローズンベルトのかけらとか、あとは週明けにグランカインの塔の報酬がもらえるんで、それのコインで、まあ、スタッド買ったりとか、あとはこのバックルも買えますよっていう感じです。こんなとこですね。
また一通りバーって説明しちゃったから分かりにくいとこはあると思いますけど、まあその時は動画のコメントなり、ツイッターとかで DM とかでもいいんで聞いてもらえれば教えますんで、とりあえず今回はベルトに関してこんなところで終わりたいと思います。お疲れ様でした。